チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとねお出かけでね寮にね運転してきてもらってまたで、またね時間がね空いたんでね途中ね おやつです。はい、失礼します。ダメだらけが注文のやつ何て言うの違いますか。ごめんなさい、はい、ありがとう。こちらのストローのこちらで はい、ありがとう。はい、ひろと二人、ひかはね、ちょっと出かけてんのよ、今日、一緒に行くって言っとってんけども、なんか出かけることがあったから、出かけるって出かけて行ってん、なんか今誰もね、お家におらへんのよ。はい、で、ちょっとね、時間までね、今3時ぐらいね、4時半ぐらいね、の時間がね、ちょっと時間あったら、びっくりドンキで、ピザとサラダでも食べようか、言って。で、これでね、ではね、ドリンクは、キウイ。飲みなんとか飲み頃キウイ、あっちゃんはアイスカフェオレを注文しましたってことでね、まあ表が映ったからねこの辺でねちょっと止めときましょう。はい、では食べます。はい、ということでね、ピッツァとサラダをね、食べましょう。ちょっとね、サラダ取り分けてね、ピッツァも切りましょう。硬いね、クリスピーやね、これね。ガチャガチャやってよいしょ、ね、これで、ね、こっちに置いとこうかな、映った感じね、はい、こっち向けようか。なっちゃんとサラダとねピッツァを食べましょう。失礼いたします。お待たせいたしました。アボカドチーズ焼きでございます。はい、器熱くなってます。はい、ありがとう。はい、ありがとう。アボカドチーズ焼き来て、エビの出んねエビは料理に食べてもらいましょう。ガッツリちょっとエビ乗ってるね。エビをね、エビをちょっとこっちに、やばいね。よいしょ、最後鳴らして、ではいただきます。ですね、ピッツァ。今度は寡黙で静かやから喋らない。バーチャルで喋りながら食べるわ。いただきますか。あ、うん、時間なく見ようかな。うん、ちょっと時間調整で、今日はね、もう一軒行き回って、昼間、昼ぐらいから出て、昼過ぎに出たの。お昼食べたら遅なるからって、ちょっとよっかい食べようかって、お腹減ってないんだよ。もうサラダとピッツァでいいから、軽く行こう。Thank you.
アボカド。ね、あ、アボカドにポテトが乗っとんねん。あ、これ熱いけど美味しいわ。アボカドの上にこれ芋が乗ってる。量が空いてるときは借り出して運転してもらうことにしてる。いっぱい運転手さんはね、慣れるし忙しいときはね、あかんけど、ね、お酒飲み、お酒飲みたいんだけど今日あの飲まれへんねん。この後ちょっと人と会うからなんか、うん、お酒飲んで失礼やして、時間を気にしながら今ちょっとね、キウイをもらう。うん、あ、美味しい。これコーヒー飲む？これね、キウイが、キウイを、まあ、キウイを食べてるぐらいのキウイ感がある。今日のコーヒー美味しい。最近量はね、ここのじゃなく違う店のね、ここは何も言ったかねんけど、美味しいコーヒーがあって、ここのコーヒーにハマってね。うん、飲んだから、うちで入れるコーヒーが美味しくないよね。うちインスタントだけどね。まあ、ドリップコーヒー、ここのお店のコーヒー買うてこうかなーって。アボカド半分に切ってベイクドポテト乗せて、なんか美味しいな。この家で簡単できちゃうね。美味しいな。家でしょうか。家やったらこういう形みたいなしに、あれしてもいいけどな。あ、一人一個つけたいか。うん、肘ついて食べとるって下品には言われんな。肘やん、ちょっとええ高さやんか。こうじゃないから、こういうやつやからついついついてしまう。みんなするやろこれ。テーブルって日本人ってね、こう正しくこうやって食べる文化がないから、だいたい座卓に座る。あ、絵にかかってるか、これ座卓に座るから、でこういうところにこう座ってさ、でこうなったら高さ的にこうなるよね。で外国人ってここに来てこうやって食べるでしょ。でここにナプキンするけど、こうやったらこぼすやんか。だからやとあっちゃんは勝手に思ってる。だから
毎日こうやって食べて、コンビニとかでこれでいいんちゃうって思うけどね。怒られる？怒られる。うん、マナー講師みたいな、しゅうとめさんに怒られるの。うちのしゅうとめさん怖いからね。はい、ってことでね、もう8分も喋ってるわ。もうあとは止めて、ちょっと喋りながら食べるわね。だってね、バイバイ。今日のあっちゃんの遅い遅いお昼ご飯でした。3時過ぎでした。